アルフレード・ガリーニは、イタリアの映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。日本では、アルフレッド・グアリーニ、アルフレード・グアリーニとも表記される。1901年5月23日、リグリア州ゼノバ県ジェノバ市セストリポネンテに生まれる。1935年、グイド・ブリニョーネ監督の映画、赤い女拳』のプロデューサーとしてクレジットされたのが、最も古い記録である。 1939年7月1日、女優のイザ・ミランダと結婚する。1940年、妻イザ・ミランダを主演にした映画、空もなくで映画監督となる。第二次世界大戦後は、1948年に公開されたロベルト・ロッセリーニ監督のドイツ例の制作現場に参加し、ルネ・クレマンが監督した鉄講師の彼方の脚本を書き、 プロデュースしている。1953年には、オムニバス、我ら女性をプロデュースし、ロッセリーに、ルキノビス・コンティラと共に、そのうちの一編を監督している。創作以降は、監督業から、撤退、プロデューサーに徹した。1963年、2作の剣劇映画を手掛けて、映画制作の現場からは引退した。1981年4月6日、 ラツヨ州ローマ県ローマで死去した、万七九歳没。妻イザミランダが万七七歳で亡くなったのは、その一年後、1982年7月8日であった。一部を除き、インターネットムービーデータベースに掲載された一覧である。ありがとうございます。